サノスケくんがブラジルへ転勤するんだって本当ですか従業員が出国するときの手続きあったよねそうですね納税管理人を立てる必要があります市民税課からのお知らせです特別徴収義務者の皆様への処理を準備してくださいではどうぞ富士市役所市民税課からのお知らせが3点あります1点目は納税管理人についてです資料は 白色の A4 用紙、表側、特別徴収事業者の皆様へをご覧ください。外国人の従業員の方が退職し出国などされる場合は納税管理人の申告もしくは申請の手続きの指導と市民税県民税の一括徴収にご協力をお願いします。例えば、 来年の3月に海外へ出国する従業員がいた場合現在徴収をお願いしている令和3年度の市民税・県民税は最後の給与から5月分までを一括徴収していただきますまた1月1日時点では日本にいるのでこれから徴収をお願いする令和4年度の市民税・県民税も課税されますそのため 出国前に納税管理人の申告もしくは申請をしていただくことで出国後の納税に関する一切の手続きを納税管理人の方が代わりに行っていただくことになります。2点目は個人事業主の徴収方法についてです。事業主本人はご自身の事業所から給与の支払いがない場合特別徴収をすることができません。 必ず普通徴収で納めていただくようお願いします。3点目は、給与支払い報告書の電子的提出の義務化についてです。令和2年度から前々年に100万円以上の給与支払い報告書を提出した事業所は、l t a x または光リスクでの提出が義務化されました。初めて光リスクを使用し、提出される際は、 事前に承認申請書の提出が必要です。その際、事前にデータの型式のテストをすることもできますので、希望する事業所は市民税課までご連絡ください。以上で全ての説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。ご不明な点があれば、以下までお問い合わせください。